はい、それではですね、一山本関です。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所ね、序盤で七山本からの5連敗がありましたけども、見事最後勝って勝ち越しということで、今場所どうでした、振り返って。いや本当、あの5連敗した時はですね、こうもう抜けられないかと思いました。勝ち越してみて。あ、そうですね、まあ、すごい、まあ、嬉しいっていうのと、まあ嬉しいです。そうですね、じゃあまた来場所からのですね、目標とファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、こう来場所はこうやってこう5連敗とかしない、こう連敗しないようにですね、こうしっかりと稽古して頑張っていきたいと思います。あと何でしたっけ。ファンの皆さん。あ、すいません、応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、今場所ですね、10勝5敗の裏関に来てもらいました。おめでとうございます。ありがとうございます。今場所振り返ってどうでしたか。あ、はい、自分でもよく頑張ったなと思います。はい、売店やっててもですね、裏関のグッズがもうすごく売れるんですよね。なんであのファンの皆さんたくさんいますんで、ファンの皆さんにメッセージお願いできますか。あ、はい、そうですね、いや売店で、はい、売れてるのは嬉しいです。あの土俵入りの時とかもあのタオル振っていただいてみて本当嬉しいんで、はい、あのまた、まあ、来場所も頑張りますので、また応援していただけると嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ裏関でした。はい、今場所6勝9敗でした。千代丸関です。ちょっと残念ながら負け越してしまったんですけども、振り返ってどうでしたか。いや本当ちょっと悔しい場所でした。またですね、あの、来場所に向けての意気込みとですね、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。来場所は2桁勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。千代丸関です。はい、改正関に来ていただきました。ありがとうございます。ね、残念ながら今場所負け越してしまったんですが、どうですか、どうでしたか。いやー、まあそうですね、負け越したんですけど、無事に終わってよかったです。はい、どうですか、名古屋は暑いの好きですか。そうですね、暑いの好きですけど、まあなんか名古屋って感じじゃないですね。まあコロナのせいで外出なかったりとか、やっぱ応援してくれる人に当たりできないから、それはちょっと残念ですけど、まあそんな感じです。じゃあその分ですね、 YouTube 見ていただいているファンの皆さんにメッセージと来場所の意気込みお願いします。はい、あの見てる皆さん、本場所は負け越したんですけど、無事に終わってまた来場所のために頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。改正関でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。久々のですね、十両復帰ということで、はい、お帰りなさい。どうでした、一場所終わってですね。そうですね、まあ自分らしい相撲が取り切れたんじゃないかと思います。はい、またこれからですね、これからの目標と、はい、まあ阿炎を待ってたファンの皆さんもたくさんいますんで、はい、ファンの皆さんにメッセージお願いします。これがもっと、相撲に力を入れていくので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今場所もですね、青山関来ていただきました。ありがとうございました。どうですか、最近のプロスピは。そんな話ですか。まあ、だいぶ強くなってます。はい、なんかおすすめの選手はいますか。もうジャイアンツの選手です。全員です。はい、はい、ということでですね、相撲の話をしてもらっていいですか。はい、相撲の話をしてもらっていいですか。ジャイアンツだけじゃないです、ソフトバンクも。ソフトバンクも、はい、その2つで狙って今みんな集まってます。あ、そうです。はい、じゃあぜひね、これからもあのランク、なんか目標かなんかはありますか。あの相撲頑張ります。すいません、またあのファンの皆さんにメッセージお願いしていいですか。そうですね、春日野部屋の青山です。いつも応援してくれていただいてありがとうございます。あれ場所もいい相撲で取れるように頑張ります。ありがとうございます。青山関でした。はい、阿武咲関に来ていただきました。お疲れ様でした。今場所ちょっと残念ながら負け越してしまったんですけど、どうですか、振り返って。いや、もっともっと稽古します。また来場所に向けての意気込みとファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、阿武松部屋の阿武咲です。
いつも応援していただきましてありがとうございます。来場所はしっかり大勝ちできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。今日はこれぐらいにしようか。今回はね、お疲れ様でした。いいですか。はい、照強関です。今場所勝ち越しの勝ち越しということでおめでとうございます。今場所振り返ってどうでしたか。そうですね、まあ、序盤戦結構悪かったんですけど後半戦でなんとか盛り返せて勝ち越しまでいけて本当に良かったと思います。はい。またですね、来場所に向けての抱負とファンの皆さんにメッセージください。来場所も勝ち越し目指して頑張ります。また応援よろしくお願いします。はい、高野翔関です。今場所お疲れ様でした。最後勝ち越して、はい、勝ち越しということで、はい、どうでしたか振り返ってみて。そうですね、まあ、序盤こう4連敗で負けが込んでたんですけど、まあ、結果的にこう巻き返せて、まあ、勝ち越せたので良かったなと思います。ありがとうございます。じゃあまたですね、ファンの皆さんとですね、はい、来場所に向けての意気込みをお願いします。来場所も、はい、自分らしい相撲を一生懸命取りますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。高野翔関です。十両優勝の水戸龍関です。水戸龍関おめでとうございます。ありがとうございます。15日間終えてどうでしたか。いやもう何も意識せずにやってたんでまだ信じられないですね。どうですか、優勝賞金の使い道を教えてもらえますか。親に仕送りします。じゃまた来場所の意気込みとファンの皆さんにメッセージいただけますか。また近くはないんですけどまた来場所も一生懸命頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。はい、水戸龍関でした。ありがとうございました。お帰り。久々だよね。はい、2場所ぶりです。はい、はい、久々の登場になります。幕下優勝は、ね、我々 YouTube のレギュラーメンバーの北青鵬です。はい、幕下優勝おめでとうございます。もうこれで来場所十両も確実かなというところなんですけど、はい、どうですか今の気持ちは。嬉しいです。もうちょっと、まあ、本当に素直に嬉しいです。やっと関取になれると思って、もともと今場所幕下優勝して十両に上がるって気持ちで頑張ったんで嬉しいです。じゃあまた来場所からも関取の土俵になると思いますけども、はい、また意気込みとファンの皆さんにメッセージお願いします。来場所は十両で2桁勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。忘れてました、優勝賞金は何に使いますか。そうですね、まあ、自分に使います。はい、おめでとうございます。はい、三段目優勝の鳩岡です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、いろいろね、怪我に悩まされてきてると思うんですけどどうですか今場所の三段目優勝は。まあ、やっと優勝できたんで、自己最高位更新できると思うんで、頑張っていきたいと思います。それではですね、何はい、いや教習所でいたんでね、結構いじってた仲なんで、はい、仲良しということで、じゃあまた来場所からの意気込みとですね、ファンの皆さんにメッセージお願いできますか。はい、来場所から関取を狙える位置に行けると思うので、勝負だと思って一番一番頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。じゃあ優勝賞金はどうやって使いますか。来場所勝てるように自分の体に使いたいと思います。この受け狙いはないですよ。はい、はい、というわけで鳩岡でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、序二段優勝の幼いです。序二段優勝おめでとうございます。今日決定戦で優勝ということですけど、はい、どうでしたか気持ちは。もうずっと緊張しました。優勝してどう思いました。はい、もう全部の緊張を抜けたんでホッとしました。じゃあですね、何聞いてた。これからですね、これからの目標とですね、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、来場所は新三段目に上がるので、三段目でも勝ち越し目指して頑張っていきますので応援のほどよろしくお願いします。最後にですけど、はい、賞金の使い道はどうしますか。全部親に渡します。えらいですね。えらいね。えらいですね。えらい。じゃあまたこれからも頑張ってください。ありがとうございます。
はい、序ノ口優勝は、春雷です。おめでとうございます。今場所デビューの場所で、はい、今16歳ですか、はい、どうでしたか、あの今場所の気持ちは。いや、やっぱ何でも全部初めてだったんで、すごい緊張しました。どうですか、優勝できて。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいですか、はい。じゃあ、あの今後のですね、目標と、またね、テレビじゃない、 YouTube の前のファンの皆さんにメッセージをお願いします。来場所はまた、番付上がるので、そこでもいい結果を残せるようにまた稽古を頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。また忘れてましたね、最後の質問、はい、優勝賞金はどういうふうに使いますか。全部貯金します。えらい、さすがです。というわけで、序ノ口優勝の春雷でした。ありがとうございました。おめでとう。